それではここで離陸までの間に航空自衛隊ブルーインパルスのエミについて簡単にご説明させていただきます。1958年昭和33年静岡県の浜松市海上記念式典で3名のパイロットがいくつかのアクロバット飛行を披露しました。これがブルーインパルス誕生のきっかけとなりました。正式なチームの発足は1960年昭和35年、主要機種は当時の主力戦闘機である F86S ディーバルス。 F86 ブルーインパルスはこれ以来約10年にわたって全国各地で展示飛行を行い、白くブルーと名で親しまれてきました。2代目ブルーインパルスは1982年昭和57年宮城県松島基地第4航空団に発足しました。主力機種は国産の高等練習機 D2 でした。D2 ブルーも全国各地を巡り多くのファンに親しんでいただきました。本日の展示飛行を行う我々 D4 ブルーインパルスは1995年平成7年に3代目として誕生しました。昨年12月で20周年を迎えました。今後もブルーインパルスの形で航空自衛隊をしていただき、皆様に夢と感動をお届けできるように努力を重ねていきます。本日も精一杯の飛行を行いますので、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。Thank you.
に参ります。ご覧ください。先ほど離陸した4機がダイヤモンド大気圏空中集合を完了し、純白のスモークを引きながら侵入してまいります。まずは北陸島を先頭させてのご挨拶。ダイヤモンドダーティーローパスです。
してまいりました。会場右手方向にご注目ください。縦一列の体型から大きな笹形体型のスピーディーな体型変換を行います。次は会場正面上空での
エンジオーバーループです。会場後方から縦1列の体系で進入した4機が大きな宙返りを開始すると同時にダイヤモンド体系に形を変え、宙返りの後半で横転を行います。会場後方から進入してまいりました。
してまいりました。会場右手方向にご注目ください。さあ、1、4番機が続いて2、3番機が対面となりました。正面で宙返りを開始いたします。
様子をご覧ください。
上左手方向からオントンロールです。オントンロールは6機電機が中途体系を保ったまま一斉に横転する難度の高い科目です。パイロット全員の意思が通い合って初めて意識乱れぬタイミングとなります。進入してまいりました。会場左手方向をご覧ください。ロックはロープが切れるタイミングに合わせて電気が一斉に応戦を行います。さあ綺麗に決まるでしょうか。
さて早いもので本日の演技も終盤へと差し掛かってまいりました。次は会場正面から5番機と6番機にはバッククロスです。2機は揃って背面向に入り、この姿勢から展開を開始し、ギリギリの感覚ですれ違います。高度約100メートルの低高度、海面飛行です。